はい、こんにちは、こんばんは。 YouTube をご覧の皆さん、国平です。このチャンネルは日本の未解決事件、行方不明事件、猟奇的な事件などを取り上げ、ラジオ形式でお伝えし、皆さんと一緒にその真相を考えていきましょうというチャンネルになっております。このチャンネルで動画の投稿を始めて、約1年が過ぎたわけなんですけれども、皆さんいつも応援ありがとうございます。それでですね、今回はちょっと特別編という形でお送りしていきたいと思うんですけども、ちょうど1年前ですね、僕が動画の投稿を始めたばかりの時に一度取り上げた事件をですね、ちょっともう一度考察してみようかなというふうに思ったので、今回は特別編という形で世田谷一家殺害事件をもう一度皆さんと一緒に考えていきたいと思います。この事件、皆さんご存知の通り、事件の最初から最後まで全ての情報を入れようとすると、とてもとても長い長い動画になってしまうので、事件の概要を全然知らないよっていう方は、一度1年前の動画を見ていただいて、そちらの方で事件の概要については説明しておりますので、で、さらに今回はちょっとポイントポイントを絞って深く考察していけたらいいかなというふうに思っております。と言いつつ、まずはやはり事件の概要をね、少し振り返っていきたいと思います。この事件は2000年12月31日に発覚しました。事件のあったお宅はですね、2世帯住宅でして、殺害された一家4人と、その壁を隔てて殺害された母親の実のお母さんが隣の家に住んでいたわけなんですよ。そして連絡が取れないということで、不審に思った母親が31日の午前10時40分過ぎに家を訪れたところ、一家4人が殺害されているところを発見して、事件が発覚したということになっております。そしておそらく一家が殺害された時刻は前日12月30日の23時半頃なのではないかというふうに推定されているんですけれども、その現場にはですね、犯人の遺留品が数多く残されていたわけなんですよ。犯人が身につけていた服であったり、あとは足跡とかですね、凶器に使った刃物、あとはそのお宅にあったアイスを食べた跡とか、仮眠を取った跡とかね、とにかくいろいろな証拠が残っていたと。で、さらには指紋もあちこちにペタ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 とついていたということで、警察はこれはすぐに犯人逮捕、事件解決できるんじゃないかという思いで最初捜査を始めたそうなんですよ。しかし、今年2020年12月30日で事件からちょうど20年が経つわけなんですけれども、未だに未解決になっているという事件でございます。そして被害に遭った一家はですね、44歳の男性、41歳の女性、ここ夫婦ですね。で、そのお子さん、8歳の女児と6歳の男児の計4人が被害に遭われております。で、この44歳の男性もお父さんですね。お父さんはですね、経営コンサルタント会社に勤務しておりまして、東京大学卒業して、その後、いろいろな外資系の会社に勤務されておりまして、かなりのエリートだったということのようです。んで、奥さんの方ですね、殺害されたお母さんはですね、その2世帯住宅の壁を隔てての隣の実のお母さんの家の方で学習塾を開いていたということのようです。そして、その壁を一つ隔てた隣の家ですね、お母さんの家にはですね、実はお母さん一人で住んでいたわけではなくて、殺害されたお母さんの、実のお姉さん一家ですね、が当時隣の家にいたということのようです。このお姉さんの一家はですね、実はイギリスの方に移住をしていたんですけれども、そのお姉さんの長男さんの中学入学のために2000年4月から、お姉さんと長男と一緒に2人帰国をしていたようなんですよ。で、夫だけ単身赴任だったようなんですけれども、事件の直前の12月24日にですね、帰国して、事件の当日の夜は
隣の家に実のお母さんとお姉さんとお姉さんの子供と旦那さんと4人が隣の家にいたということになります。でまあこのお宅ちょっと複雑な構造になっているんですけれども、もともとはですね1990年の5月に被害に遭われたご夫婦とお姉さんのご夫婦とそのまあ実のお母さんとですね共同で約1億5000万円で購入した中古住宅だったと。購入した時は平屋の住宅だったようなんですけれども、まあ、購入後にリフォームをしまして約2700万円をかけて平屋から3階建てに増改築し、1990年12月からそのお母さん側の1階の方で被害に遭われた女性が学習塾を開いていたということのようです。で皆さんご存知かと思いますけれども、まあ、この購入した次の年1991年からですね、まあ、このお宅と隣接する都立祖谷公園の拡張整備計画が本格してきたということで、周囲にあった約20軒の住宅は次々に引っ越しをしてしまったんですよ。で事件当時にはもうほとんど周りには家がない状態で、公園の中にポツンとこう一軒家があるような感じだったようなんですけれども、まあ、その公園の事務局によるとこの一家とは2000年3月時点で立ち退き交渉がまとまっていたと。で一部その、ね、土地の売却料とか移転の保証のお金とかですね、もう一部も支払った状態で、所有権はもう都の方が持っていたよと。で一家は都が用意した新しい土地の方に引っ越す予定だったよというのを話しているんですけれども、実はその引っ越す予定であった方の土地ですね、そこはですね都との売却契約が成立しておらずに、まあいろいろな必要な申請も行われていない状態だったということなんですね。ちょっとよくわからないですよね。でまあこちら実際に事件があったお宅の写真なんですけれども、まあ、壁を隔てて片方の方で事件が起きたということなんですけども、事件が起きたのはこちらの今黄色くなっている方ですね。この黄色くなっている側のお家の方で事件が起きたということです。それでですね、今回ちょっと僕家の見取り図を作ってみました。じゃん、こちらですね。どうでしょうか。こちら1階、こちらのお宅の1階なんですけれども、まずまあ見てわかる通り玄関を入るとですね、すぐに書斎があるわけなんですよ。書斎があるというか書斎しかないですよね。1階は書斎とパソコンと本棚と、あとは階段があって2階に続いていくというような形なんですけれども、でこの書斎はですね、父親が仕事部屋兼応接間として使っていたということのようです。でこの本棚ですね、この本棚のところに事件当時に6万円が置いてあったようなんですけれども、その6万円には手つかずで残されていたと。あとはこのパソコンですね、パソコン、お父さんが仕事に使っていたパソコンなんですけれども、このパソコンがいわゆる犯人が閲覧した形跡があると言われているパソコンになります。でまあ玄関を入って奥の方に行くと階段があるわけなんですけれども、そのちょうど階段の下のところに星マークをつけておりますけれども、ここでお父さんの遺体が発見されたということになります。でまあ少し2階に行ってみましょうか。この黄色いところが階段なんですけれども、この階段を上るとですね中2階にたどり着きます。こちらですね、こちら中2階にたどり着きまして、この複雑ですよ、このグレーになっている部分ですね、ここが中2階で、白くなっているところはですね2階になります。よろしいですか。中2階ですね。で中2階には何があるかというと、子供部屋ですね。子供部屋。で、子供部屋のところにこうベッドのマークありますけど、このベッドの中で6歳の長男が殺害されていたということになります。で、このベッドは2段ベッドだったようなんですけれども、まあ、当時、長男だけ1人で使っていたということで、2段ベッドの下の方ですね。
2段ベッドの下の方で長男の遺体が発見されております。あとは中2階で、まあ、大事なところはですね、お風呂場ですね。このお風呂場、はい、おそらくここの小窓から侵入したのではないかというふうに言われているわけなんですよ、まあ一部説では犯人は玄関から普通に来ていた人なんじゃないかというふうに言われている説もあるんですけども、まあこの当時はですね、事件発生当時はこの小窓の下のフェンスの外のフェンスですね、外のフェンスに足跡とかがついていたことから、この小窓から侵入したのではないかというふうに言われて捜査が進められておりました。まあしかしですね、この小窓ですね、外には侵入した形跡があるんだけど、網戸も落ちていたそうなんですよ。外側に網戸も落ちていたそうなんですけれども、まあ、内側の窓とか浴槽とかですね、そこにはどうやら侵入した形跡がないぞと、まあ、足跡とか、あとは繊維痕ですね、服を擦った時になんか繊維痕というものが残るそうなんですけれども、そういったような犯人がここから、人がここから入ったような中が内側からは確認できないというふうに言われております。はい、というのが中2階になっております。で、まあ、中2階のちょうどその階段がいっぱい交わるところですね、その階段が交わるところにですね、今度は1階へというところとは反対の方向に2階へという階段がありますね。で、この階段はですね、まあ、大体4段くらいの階段なようなんですけれども、この4段を上ると2階があって台所とリビングがあるというような形になります。複雑ですよね、ちょっと。で、まあ、このリビングではソファーがありますよね。そのソファーに犯人が仮眠を取った形跡があったというふうに言われています。まあ、なぜそんな形跡がわかるのかというと、どうやらソファーの上にクッションがあったようなんですけれども、そのクッションに頭の形が残っていたと、寝たような跡が残っていたということなんですけれども、まあこの家族の几帳面な性格から言って、なんかその寝た後にそのままクッションを、ね、そう置いておくっていうことがちょっとないかなというふうに考えられておりまして、おそらくここでは犯人が仮眠を取ったんだろうというふうに言われている場所になります。はい、それでですね、もうちょっとまた4段の階段を降りて中2階に戻りますと、ここの踊り場付近ですね、ここに星が2つついておりますけれども、奥さんと長女さんはここで遺体が発見されております。はい、まあ、なんでここでというふうに思うかもしれないですけど、実はですね、このさらにロフトウェイというところありますよね、黄色い階段ですけども、この階段はですね、はしご階段で、普段はこう天井に隠してあるようなんですけれども、まあ、使う時になるとその引っ張ってきて階段を下ろしてロフトに上がると、まあ、3階ですね。で、ロフトに上がると、まあ、そこにはベッドがあって、で、長女さんと奥さんはそのベッドの中で睡眠をしていたということのようです。で、ロフトの高さはですね、まあ、大体170センチぐらいだと、天井の高さですね、天井の高さは170センチぐらいだったということになります。で、まあ大体これがこのお宅の間取りなんですけれども、じゃあ4人の遺体が発見された時の状況というのを見てみましょうか。ですね、まあ遺体検案書によると、解剖時胃の中には30日午後7時から8時ごろ夕食に食べたとみられる肉、人参、椎茸、緑色および白菜の、まあ、野菜のようなものですね、あとはお米、白滝などが混ざった液状の内容物が残留していたと。で、このため死亡推定時刻は30日の午後11時半頃と断定されたわけです。で、2階の台所ですね、のガス台に乗っていた土鍋の中には鶏肉とか白いご飯とかですね、人参とか、まあ野菜とか卵が入った雑炊が残っておりまして、4人が夕食鍋を食べた後に殺害されたことを物語っているということになります。では死因ですね、一人一人死因を見ていきますよ。
まず1階で発見されたお父さんの死因はですね、胸部を刺されたことによる心大動脈損傷に基づく失血死。前頭部、顔面、胸部、左右上腕、左太ももなどに無数の傷があり、文字通りめった刺しの状態であったということのようです。で、さらに後頭部にはですね、犯人が持ち込んだと思われる柳刃包丁の破片が突き刺さっていた形で発見されております。で、遺体の北側にはですね、この男性の動脈から噴出したとみられる B 型の血痕が付着した段ボールが遺体を覆い隠すように置いてあったと。その表面には毛髪をかたどった血痕がべっとりと残されていたことから、この男性が殺害されて倒れた後にその場にあった段ボールを犯人がそこに移動させたのではないかというふうに見られているそうです。で、この、男性ですね、にはですね、警察の捜査本部内でも、ちょっと殺害された状況について見方が分かれたということなんですよ。一つ目は、この男性は2階にいた時に犯人と鉢合わせになって殺害されて階段下へ突き落とされたのではないかという見方。しかしですね、先ほど言った通り、太もものあたりから下から上にかけて刺されていたということなんですよ。で、これはですね、犯人が2階から降りていって1階でこの男性を襲ったことを物語っていると。で、さらにこの被害者の男性のスリッパが脱げて階段の途中にあったようなんですけれども、それもおそらく2階に上がっていこうとしたところを後ろから刺されたんではないかというふうに見られております。はい。ということは、この男性はおそらくこの時間、まだ1階で仕事が何かしていたのかな、ということが考えられますよね。よろしいですか、ここまで。おそらくお父さんは1階で仕事をしている時に何者かに襲われたと。2階に逃げようとしたけれども、その途中で殺害され息絶えてしまったという状況が予測できます。それでは次ですね。ロフトの下のところですね、中2階の踊り場付近で発見された長女とお母さんの遺体。こちらですね、お母さんの直接の死因は心タンポナーでおよび出血性ショックとなっております。で、皆さん心タンポナーでって聞いたことありますかね。言葉は聞いたことあると思うんですけども、どういう病態かというと、心臓というのはですね、膜に覆われているんですよ。心膜っていうものにこう覆われているんですけれども、何らかの傷がついて、その心臓と心膜の間に、心膜腔っていうんですけども、その心臓と心膜の間に血液が溜まってしまったと。で、血液が溜まってしまうと何が起きるかというと、心臓が収縮できなくなっちゃいますよね。ということで、急性の循環不全を起こして死に至るというのが心タンポナーデなんですけれども、および出血性ショックということで、刺されたことによる出血と心タンポナーデによって心臓の動きがどんどん悪くなって息絶えたんではないかなっていうのが予測されます。はい。それで、ここからわかることはですね、おそらくロフトですね、ロフト部分、3階のロフト部分にはこの女性と長女の血痕も残っていたということで、おそらく寝ているところに犯人がいて刺されたんだろうと。で、そこで刺されたけれども、犯人は先ほど先に男性の方がね、殺害されていたとしたなら、柳刃包丁、刃が欠けてますよね。ということで、ちょっと絶命させることができなかったのではないかと思うんですよね。で、先ほど言った心タンポナーデと出血性ショックというのはですね、ちょっとイメージしてもらえばわかるかもしれないですけれども、心臓の周りに血が溜まっていって、心臓の収縮がどんどん弱くなっていて、循環不全が起きるということなので、亡くなるまでには少し時間があるかなと。で、さらに出血のスピードがね、少し遅かったりすれば、しばらくはちょっと意識もあって動ける状態なのかなということが予測できるので、おそらく犯人が柳刃包丁で刺して、
そこの場を立ち去った後にロフトから降りたんじゃないかなというのが予測されるんですよ。まあ実際そのロフトの登る階段のところには血液がこう落ちていたということで、まあ、その女性たちは自らの力でロフトの下の踊り場のとこまで降りてきたんだろうっていうことがわかるんですけれども、まあなんとこの犯人はですね、そのこのお宅にあった新しい包丁を持ち出してですね、その踊り場でさらにこの女性たちを切りつけるわけなんですね。でまあこの母親と同じところで発見された長女なんですけれども、長女の死因はですね、後頭部を刺されたことによる頸椎損傷となっていると。でさらに解剖所見では頭蓋骨に硬膜下出血、外傷性くも膜下出血の跡があること、あとは、歯ですね、歯が欠損して3本欠損していたということが記されているということなんですよ。はい、ですからまあ状況から見るにおそらくこの長女が一番怪我を負った後に長く生きていたんではないかなというのが想像できるんですけれども、まあ頭の中に血腫ができていたと、硬膜下血腫とか、あとは外傷性のくも膜下出血の跡があるということは、まあ生きてるうちに頭に強い衝撃を加えられたということが考えられるんですよ。でさらに直接の死因が頸椎損傷となれば、まあ損傷してからすぐに絶命するということはあまりいないと思うので、少し時間がかかると思うので、もうおそらく最後まで生きていたのではないかというふうに見られています。はい。そして中2階の子供部屋のベッドの上で発見された長男ですね、6歳の長男はですね、こちらの死因はですね、頸部圧迫による窒息死、首筋左側に3点、右側に1点の内出血痕があったことが捜査報告書には記されていたと。左側に3点、右側に1点ということは、犯人は右手で締めたということが予測できますよね。まあ、寝ている長男を右手を使ってで殺害、首を絞めて殺害したという状況がここから見えてくるんですけれども、ここまでのまあ遺体の状況を確認していくと、やはり長男だけが絞殺、首を絞められたことによって、で後の3人ですね、お父さんお母さん長女はすごく刃物を使って無残な殺され方をしているんですよね。というあたりから、まあ特にその女性ですね、長女と、お母さんの顔もすごく切りつけられていたということで、女性に恨みがある人物なんじゃないかと、お母さんに恨みがある人物なんじゃないか、長女と何か関わりがある人物なんじゃないかと、犯人がね、いうふうにな見解もあるようなんですけれども、なんで僕が今回この見取り図をしっかり作って、でさらに一人一人の殺害された状況を見ていたかっていうと、犯人の侵入したところと、あとはですね、殺害された順番というのをちょっと明らかにしたかったんですね。うん、まあいろいろな説がありますよ今現在。まあずっと言われているのとしては、風呂場の窓から侵入して、中2階の風呂場の窓ですね、風呂場の窓から侵入して、でまあこっそり入っていって、最初に長男を殺害、その後に1階に降りていってお父さんを殺害、でその後に3階まで上がっていってロフトにいた長女とお母さんを殺害というふうに、まあ一番その説が有力なんじゃないかというふうに言われているんですけども、まあここ最近ではですね、いやいやいや、おそらく犯人は普通に玄関からやってきたんだと、普通に玄関からやってきて、普通のお客さんのようにこの家に入って犯行をしたんだというような説もあるんですけれども、僕はですね、
ちょっとその玄関から入ったという説ですね。うわー、ちょっと厳しいかなと思うんですよ。というのも、先ほどの遺体の状況からわかるように、なぜ長男だけ絞殺だったのかと、なぜ長男だけ刃物を使わずに絞殺だったのかという理由なんですけれども、おそらくそれはですね、単純に声を出されたくなかったんじゃないかなと。家族が誰も気づかないうちに長男を殺害したわけで、声を出されて他の人が寄ってきたらちょっとやばいなということで、長男が一番最初にターゲットになってしまったんじゃないかなと思うんですよ。となると玄関から入ったとすれば、まあ、一番最初に仕事をしていたとされる、1階でね仕事をしていたとされるお父さんに出会うわけですよ。で、まあ先にお父さんを殺害したということも考えられなくはないですけれども、おそらくそこで物音が立ちますよね。お父さんを殺害し、普通に玄関から入ってきた犯人がお父さんを殺害しようとしたら、お父さんも何らかのアクションを起こすと思うんですよ。子供たちを助けるためにね。それなのに長男はベッドで寝たまま、そして母親たちも3階で寝たままとなると、なんかやはりその玄関から普通のお客さんのように入ってきて殺害したっていうのが、ちょっとこう腑に落ちないなというふうに僕は思うんですよ。じゃあ窓から入ったのかと。実はですね、去年の動画ではですね、僕普通に窓から入ったんじゃないのというふうにお話ししていたんですけども、ちょっとやはりいろいろな情報を見ていったり考えると、窓から入った可能性もちょっと低いかなというふうに考えるようになったんですよね。で、先日この事件の番組を特集をやっておりまして、でその中でもちょっとスタッフがね、若いスタッフが、この家と同じ模型を作って、実物大の模型を作って、で議会から侵入してみようということで侵入してみたんですけれども、侵入はできると、なんとか窓から入ることはできるんだけれども、やはりそのお風呂の中に痕跡を残さないというのは無理だと。小窓だから、まあ入ることはギリギリなんだけれども、その後にどこにも足をつかずに綺麗に中に入ることできないし、こういう服とかね、そういうのを窓の脇とかに擦らないように入るのもちょっと無理じゃないかなっていう検証をしていたんですよ。で、それを見て、確かにそうだよなと思ったんですよね。そこで僕、犯人が取ったとされる行動の中で、一つちょっと疑問に残ることが出てきちゃったんですよ。というのは何かというと、まあ、犯人がこういう行動を取ったんじゃないかというのをちょっと紹介しますよ。まず犯行時におそらく犯人は負傷したということで傷の手当てをしております。その証拠として、救急箱が物色された後、そして犯人の指紋が付着した絆創膏、血痕が付着したタオルなどが2階の台所に散乱していたと。で、絆創膏の1枚は傷口に当てた後で剥がし、今にあったノートの裏に貼り付けてあったと。で、また生理用品で止血を試みるなど治療をした形跡が残されていたということですね。まず1つ目、負傷した傷の手当て。で、もう1つ、アイスやお茶などの飲食。おそらく4人を殺害した後にペットボトルのお茶やメロン、アイスクリームを少なくとも4個冷蔵庫から取り出して食べた形跡があると。で、アイスの容器は2階の浴槽と今の座布団の上からそれぞれ1個ずつ発見され、1階のパソコン脇にあった2個は食後に重ねられていたと。で、さらに2階の台所と流し台のところにもアイスの容器が食べかけであったんですけれども、まあ、こちらは誰が食べたものかわからないよと。で、このアイスはカップを手で握りつぶすようにして食べた跡があるということのようです。はい、いいですか。飲食をした跡がある、2つ目ですね。アイスとかお茶を飲食した跡があるよと。そして3つ目、被害者の家の中の物色と
浴槽での作業。はい。2階の居間ではソファーにカード類、その近辺には手帳や銀行の預金通帳、運転免許証など生年月日のわかる書類が仕分けされていたと。で、さらに引き出しは下から順番に開けられた形跡があったと。で、まあ侵入したのではないかとされるお風呂にはですね、浴槽の中に父親の仕事関係の書類や領収書、母親の塾の書類、あとは先ほど言った止血したとみられる生理用品、タオル、アイスのカップなどが散乱していたと。まあこのことから犯人が家の中を物色して不必要なものを浴槽に捨てたのではないかというふうに考えられているわけなんですよね。いいですか？被害者宅の物色と浴槽での作業が3つ目で、4つ目、トイレの使用。犯人が被害者宅のトイレを使用し、トイレの中で被害者宅にあったバッグを物色した形跡があったと。で、さらに、まあ、トイレの中から代弁を回収したそうなんですけども、その代弁の中には家族の食べたものとは異なるものが検出されておりまして、インゲンとゴマだそうなんですけれども、おそらくこの代弁は被害者のものではなくて犯人のものなのではないかというふうに言われております。ですか？で、もう一つ、リビングで仮眠をした形跡がある。犯人が2階の居間のソファーで仮眠をした形跡が残されていましたよというところ、あとは1階のパソコンを操作した形跡がありますよというところですね。犯行時刻と思われる時刻からその後に2回もインターネットに接続が確認されていますと、2回とも接続の時間は5分程度でしたよと。で、1回目は31日午前1時18分頃、そして2回目が午前10時5分頃、まあ遺体が発見される直前ということになるんですけども、まあこの10時5分頃というのは、もしかしたらマウスが落ちて勝手にねインターネットに接続されちゃった可能性もあるかなということで、まあ、今までは犯人は夜中の間ずっとこの家に滞在していた可能性が高いと見られていたんですけれども、もしかしたらもっと早い段階でね、夜中のうちに逃げたんじゃないかなというふうに言われるようにもなってきました。はい、パソコンの操作というところが犯人の取った行動になります。はい、今 1,2,3,4,5 個ですね、犯人の行動を僕5個挙げました。いいですか？もう一度言いますよ。犯行後に負傷した傷の手当て、アイスやお茶などの飲食、被害者宅の物色と浴槽での作業、トイレの使用、リビングでの仮眠、パソコンの操作。はい、この中で一つだけ引っかかることがあるんですよ。まあ全て異常な行動なんですけれども、殺害後にとてもそんなね行動を取るなんて普通のね人間じゃないなというのは明らかなんですけども、だとしても一つだけちょっと僕が引っかかることがあるんですよ。皆さんお分かりになりますかね？リビングで仮眠を取ったということなんですよ。これおかしくないですか？夜中ですよ。隣の家には一家がいると。隣の家にはお姉さん一家がいると。まあおそらくこのね、ここまでの犯行を見る限り、かなり家の内部事情を知っている人物なのではないかなというのがわかるんですけども、ということは隣の家にお姉さんの一家、あとは実のお母さんが暮らしていることはわかりますよね。その中で、まあ何か目的があったとして物色をしたりとか、パソコンを操作したりとか、でまあちょっとお腹が空いたり喉が渇いたりして飲食をしたというところは100歩譲ってなんとなくわかる気がしましょう。仮眠っておかしくないですか？犯行現場で仮眠って、もしも寝過ごしてしまったり、自分が寝ている間に事件が発覚してしまったらどうするんだろうというふうに僕思っちゃうんですよ。
なんとなく僕言いたいこと分かってきました。分かんないですよね。いつもぶっ飛んだ考察しかしないのでね。何が言いたいかというと、先ほど僕、この犯人の行動する前に犯人はどこから侵入したのかというお話をしましたけれども、侵入してないんじゃないかなと思ったんですよ。この家で、この家のソファーに犯人の頭の形が残っていたと、犯人はそこで仮眠を取ったんだと言われておりますけども、仮眠を取ったのは犯行後じゃなくて犯行前なんではないかなと思ったんですよね。僕言ってる意味わかります？おそらくこの家に犯人がやってきたのは犯行時刻よりもずっと前なのではないか。あ、これ僕のあくまで仮説ですよ。全然そんなわけないだろうって思っていただいて大丈夫なんですけれども、おそらくこの犯人がこのお宅にやってきたのは犯行時刻よりもずっとずっと前の時間、まあ7時から8時ぐらいに家族が夕食を食べたということなので、おそらくその後から犯行時刻よりも前の時間、まあ8時から11時ぐらいの間ですかね、そのぐらいの時間に犯人がこの家にやってきたと。で、まあはっきり言って顔見知りだと思うんですよ。おそらくお父さんの。というのも、この家のスリッパの中には犯人の汗がついたものがあったと。あとはですね、車庫の方にもなんか犯人の DNA が残っていたということで、この事件の当日、犯人は車庫には入っていないんですよ。で、犯人は自分の靴を履いて犯行をしているわけですよ。ということは、以前にもこの家に来たことがあるという人物が想定できますよね。だから、おそらく顔見知りなんじゃないかなと僕思ったんですよ。そしてこの日、まあ、何かの用事があってこのお宅に来るわけなんですよ。で、お父さんが、おお、どうしたどうしたと、家の中に入れて、何かしら話をしたのでしょうかね。お父さんと犯人の間で何か会話が行われ、そして、おそらくその時にはもうすでに、他の3人ですね、他の家族3人は就寝していたのではないかなと思われるんですよね。で、まあ、そんな夜遅い時間に訪ねてくるわけですから、犯人は、なんかこう、悩みを相談するというか、ちょっと帰る場所がなくて、なんかそういうことをね、父親に相談しに行ったのではないかなと、相談するふりをしたのではないかなと思うんですよ。で、まあ、父親はですね、まあ、そんなことをちょっと言われても困るけども、とりあえずなんか少し休んだらと、疲れてそうだし、少し休んだらということで、2階のソファーの上なら休めるかなということで、2階のソファーで少し仮眠を取ったと思いきやですよね。父親は優しさで2階に通して、2階でちょっと休んでもらうつもりだったかもしれないですけども、犯人の目的は殺害だったと、一家の殺害であったということで、2階で、まずは2階に寝ていた長男を狙おうということで、ただしかし、まだお父さんは下で起きているので、ここで声を出されては困るということで、首を絞めて声を出さないように殺害をした。しかし、まあ何かしら物音が立ってしまったかもしれないですよね。そうするとお父さんは、あれ？2階では長男が寝ていて、そしてあいつ仮眠を取ってるはずなんだけど、なんか今変な物音がしたなと。2階に上がってこようとするわけですよ。で、その2階に上がってこようとしたところで殺害されてしまった。で、さらにロフトに眠っている母親と長女ですよね。なんかわかんないですよね。普通こんな複雑な家の構造であれば、例えば急に侵入してきた犯人がそういう犯行を犯そうとしても、誰がどこで寝ているのか、この家族は何人なのかとかってわかんないですよね。しかし全員、ね、寝ている人たちはその場所で刺され、で、お父さんは、仕事をしていたところで刺されということで、全員の位置を把握していて、さらに家族が何人かも知っている。
で、さらに、自分の持ってきた凶器が使えなくなったと分かれば、台所まで行って刃物を持ってくるぐらいですから、家の中の構造をよく知っている人物。そして、まあ、その台所にすぐに包丁を取りに行けるということであれば、まあ、台所の隣にあったリビングでしばらく仮眠を取っていた人物ならすぐに思いつくのかなというふうに僕思ったんですよね。すごいぶっ飛んでるでしょう。でもそう考えていくと、なんかちょっとこう辻褄が合ってくる部分が結構出てきちゃったんですよね。それが犯人の遺留品なんですけれども、まあ、犯人はこの現場に自分の着ていたものとかを置いていったわけなんですけども、残っていたのがですね、トレーナー、まあ、ラグランシャツと言われるやつですね。で、トレーナーと、あとはですね、ジャンパー、これダウンジャケットですね。ジャンパーとスニーカー。スニーカーは足跡が残っていたんですよ。実物は残っていなかったんですけども、足跡が残っていて、大体どういうものだというのは分かっていると。スニーカー、あとはマフラーですね。子供用サイズのマフラーが残っていた。あとは黒い防寒手袋と柳刃包丁、そして黒いハンカチですね。これ今話題のやつですね。特殊なね、なんか刃物を包むのに使ったのではない、柄の部分を包むのに使ったのではないかとされる黒いハンカチ、あとはそのハンカチに香水がついていたと。で、あとはヒップバッグも残されていましたよ、ということで、まあこれだけ証拠が残っていたら犯人もすぐに特定できるだろうというのが普通に考えるところなんですけども、実はですね、このあれですよ、犯人犯行しましたよね。殺害をしたら返り血を浴びるわけなんですけれども、返り血がついていたのってトレーナーだけなんですよ。ラグランシャツですね。で、その返り血を浴びたトレーナーが脱ぎ捨てられていたのではなく、綺麗に畳まれていたということなんですよね。何が言いたいか分かりますかね。例えば僕が犯人だとしましょう。殺人を目的に、あるいは強盗を目的に一家に家に忍び込んで犯行をするというのであればですね、準備万端な状態で行くと思うんですよ。意味わかります？しかしですね、この犯人ですね、しっかり防寒をしていって、で、犯行前にそれを全部脱いでるんですよね。手袋も脱いで、で、わざわざハンカチを特殊な、ね、巻き方をして包丁に巻いて犯行を行っているということはですよ、例えば窓から侵入したとして、もう一刻も早く物音を出さないように、先に長男を殺害しようとしている犯人が、服を、ジャンパーを脱いで手袋を脱いでってやってる暇ってありますかね。不思議じゃないですか。だからそう考えていくと、さっきの僕のお客さんで来て2階で仮眠を取っていた説ですね。まあ人の家に防寒着を着てきたら手袋も脱ぐのも当たり前だし、あとはジャンパーを脱ぐのも当たり前ですよね。帽子を脱ぐのも当たり前ですよね。マフラーを取るのも当たり前ですよね。どうでしょうか、犯人は侵入したのではなく2階で仮眠を取っていたんだという説。まあであれば、こういう関係を洗ったらすぐに犯人捕まるんじゃないかという方いるかもしれないんですけれども、まあちょっとこのね、お父さんという人物がですね、殺害された方がですね、まあ、おそらくこういう関係は広かったんじゃないかと、日本にとどまらず、まあ、世界を、ね、股にかけて仕事をしていたわけですから、まあちょっとこう特定できないような人物と付き合っていた可能性もあるんじゃないかなと僕思うんですよね。でも実際その犯人の、まあ、ちょっと今日情報言ってないですけども、まあ、DNA のこととか外国人の可能性が高いんじゃないかと、あとは
先ほど言ったハンカチの使い方ですね。あれがちょっとフィリピンとかのね方で使い方に似ていると、ちょっと宗教的な意味合いもあるんじゃないかとか、そういうような情報とかも出てきて、もう外国人の可能性が結構高くなってきているかなというようなことなんですよ。うん。で、いろんな、まあ、未解決事件ですから、もう何も分かってないので、いろんな説があるんですけれども、あれですよ、プロの犯行なのではないかという説。僕、去年これ否定しましたけど、今年も否定させてください、これは。プロの殺し屋、例えば、一番最初に言いましたけども、公園のね、立ち退きの関係でお金がこの家にいっぱい入るということを知っていた人物が、この家のその、お金を狙って殺し屋を雇ったのではないかと、あとは海外のスパイを雇ったのではないかというような、まあ、ね、説も上がってきているんですけれども、まあ、それも有力視する方もいるんですけれども、それに関してはですね、ちょっと僕どうしても違うんじゃないかなと思うんですよね。というのも、やはり殺害を目的としたプロの犯行であれば、もっと、なんていうんですかね、スマートにというか、証拠を残さずにというか、殺害だけをして、さっと、いなくなるんじゃないかなっていうのを思うんですよね。うん。まあ、もしその仮にね、犯人が置いていったものが捜査をどんどんわけのわからない方向へ導くためのね作戦だったとしたなら、それはまあもう超プロ、どんな計算高いんだっていうぐらいのプロですけども、ただちょっとこの状況から見るにね、犯人怪我もしておりますし、なんかそういう、ね、お金を狙った殺し屋の、ね、雇われた人の犯行ではないんじゃないかなというのが僕思うところなんですけれども、うん、だからおそらく犯人はですね、個人的に何かしら恨みを持っていた人物で、さらにもうそのこの家で仮眠を取れるくらい親しい位置にあった。しかし周りの人たちはこの家族とその人物の付き合いを知らなかったよと。でさらに、まあ、警察の手が届かないところにいる人物なのではないかなというふうに思うんですよね。家の内部事情を詳しい人、そして犯行を、殺害するという目的は持っていたものの、しっかりとした計画を立てていなかった人物なんじゃないかなというふうに僕思うんですよね。そしてまあ疑問なのはですね、警察が毎年小出しに情報を出してくるじゃないですか、この事件、この時期になると。でまあこの時期になると、もちろん捜査をしていますよっていうアピールと、あとは皆さんちょっともう一度何か情報があったら教えてくださいっていう意味で出してくるのはわかるんですけども、例えばそのフィリピンの方で使われていたハンカチの使い方に似ているよっていう情報が出たのは去年2019年ですよ。で今年になって出たのは、その犯人が置いていったラムランシャツが、まあおそらく静岡県で売っていたものなんじゃないかなということで、今静岡県の方に捜査員を派遣していますとか、なぜ今というのを小出しにするんですよね。どういうことなんでしょうか。一部では警察がね、最初指紋とか証拠がいっぱい残っていたから、これはすぐ解決する事件だということで、もうその指紋に頼りすぎて捜査をしたとかいう情報があって、まあそのためにちょっと未解決になってしまった部分もあるんじゃないかなというふうに言われているんですけど、本当にそうでしょうかね。まあもちろん今でもね、捜査しておりまして、まあその警察の方は最前線でね、犯人を捕まえるという思いで、まあ、捜査に未だに当たっているとは思うんですけれども、
もう僕が言いたいのは、本当に真相を誰も知らないのかということですよね。まあ僕今回あえて犯人は誰なのかっていうところをちょっとあまり深掘りせずに、犯行の状況はこうだったんじゃないのかなっていうところを考察して、でまあそうすると犯人はこういう風にしてこの家の中に入ってきたんじゃないかとか、そうするとこういう人物が犯人なのじゃないかなというところを考察してみたんですけれども、まあ最終的に思ったこととしては、この事件真相を知っている人物がいたとすれば解決はしないと思います。意味わかりますかね。もし本当に誰も知らないで、本当にね真相を誰も知らないという状況で捜査をしているならば、年々絶対犯人にも近づいていってるはずなんですよ。しかしですよ、未だに警察の捜査がですね、先ほど言ったそのラグランシャツを静岡県で売っていたようなので、ラグランシャツを買った人物を特定しようなんていう方針というかね、そういう方針を未だに取っているのはちょっと不思議だなと思うんですよ。まあ捜査をしてますというアピールも含まれているかと思うんですけれども、今もう20年経ったところで、その当時ラグランシャツを着ていた人物を覚えている人もまずいないと思うんですけども、そういう状況の中で誰がそのラグランシャツを買っていったのかっていうのを特定するのに、この事件の解決の鍵ってありますかね。20年経って今そこを捜査しているんですよ。なんかね、その捜査の仕方がなんというかこう、とりあえず世間体をね気にして捜査をしていますよという情報は公開していますけども、あんまりなんていうかこう犯人にたどり着く気がないのかなというか、たどり着いちゃいけないのかなっていうのを思わせちゃうなというふうに思っちゃったんですよね。でまあ未解決事件を考えていく上でやっぱ僕大事だなと思うのは、人の意見とかをね否定しないで全てを立証していくことだと思うんですよ。こういうことが考えられるんじゃないか、こういうやつが考えられるんじゃないかっていうのをやはり一つ一つ確かめていかなきゃないと思うんですよ。まあ犯人が普通の人の思考とは違う思考を持っていて犯罪を犯すわけですから、でさらにこんな、ね、残虐な事件を起こした犯人の思考なんて普通に考えていこうと思ったら分かんないですよね。だからなんかこういろんな人の考えを聞いてありえないと思うかもしれないけど、ああそういうことを考える人もいるんだなっていうのをちょっと思いながら、こう一つ一つ、あでもこれはこことここが違うからちょっと違うんじゃない、あでもこことここは一致するねっていうのを考えて犯人像をやっぱり絞っていかなきゃないと思うんですけども、この事件はもういろんな説が出ているわけですよ。これこれこういう人が犯人なんじゃないか、こういう動機で犯行を行ったんじゃないかと、もう動画の中では全然紹介しきれないぐらいいっぱい説があるんですよ。でいっぱい情報も出ているんですよ。それなのにその情報から犯人が絞り込まれていないというね、状況が不思議だなと。誰かがわざとこう犯人から遠ざけるような絞り込み方をしているんじゃないかなというふうにしか僕思えなくなっちゃって、あれれーというね、不思議な事件だなというふうに思うんですけどもね。はい、皆さんこの事件どのように考えるでしょうか。ということで今回と特別編、未解決事件の特別編は世田谷一家殺害事件について再び考察をしてみました。なんかねちょっとこう特殊な視点での考察だったので皆さんついてこれないかと思うんですけども、ってなわけないだろうと思った方結構いるかと思うんですけども、まあちょっと今回の僕の一節を聞いて何か新しく気づいたことあるなっていう人とかねいれば、ぜひぜひコメントの方をねよろしくお願いしたいと思いますので、皆さん本当にいつもありがとうございます。早くももう1年経ちましたよ。まさかねこんなに動画見ていただけると思ってなくて、本当最初は
寝る時にでも聞いてもらえればくらいな感じで始めたんですけれども、今ではね登録者数も3000人をね超えまして、なんでですね、動画もね全部で何本だっけな、未解決が25本ですね、25本の動画をアップさせていただきました。本当にいつもありがとうございます。まあ今回のね事件、概要のところとかねざーっとこう飛ばしたんですけれども、もしその全体像も気になるよっていう方いれば、1年前の動画ですね、1年前のですね、あれは未解決事件のファイル5ですかね、ファイル5、世田谷一家殺害事件というのがありますので、こちら概要欄に貼っておきますので、こちらの方も参考にしていただければ、よりちょっとねこの事件の全体が見えてくるかなと思いますので、あとはですね、YouTube 上ですね、僕の動画以外にもね、この事件を題材に取り扱っている方いっぱいいらっしゃいますので、あとは、去年ですかね、事件、このオタクですね、事件が発生したこのオタクを取り壊すみたいな話が出たらしくて、で、その、お姉さんですね、隣に住んでいたお姉さんが、メディアの方に公開をしますということで、メディアの方に公開した動画も YouTube 上にありますので、ぜひぜひちょっとこうそちらの方もね参考にしていただいたりして、もう一度ちょっとこの事件について考えていただければいいかなというふうに思います。はい、それでは次回はですね2021年になりますかね、1月に新しい動画をアップしたいと思っておりますので、何やりましょうかね次は。何かリクエストあればコメント欄の方に書いていただければ、リクエストにお答えすることもありますし、激しく無視をさせていただくこともあるかと思いますけれども、皆さんねコメントの方よろしくお願いします。それでは次回来年お会いしましょう。国平でした。